格闘技イベント、ブレイキングダウン13、東京立川立日アリーナ、アベマ PPV オンラインライブで全試合配信、が1日、行われた。地下格闘技界のレジェンドヒロミカは、44、と、怪物、ジュキアの一戦は劇的な結末を迎えた。動画、こんなに強いとはと騒然ほぼボングと同時にダウンを奪った実際の試合この一戦は入場から応援合戦だった。 花道を挟んで会場左側の観客席には三河幕府、広見川の応援団が、右側には樹木屋の応援団が大会開始から待機。観客も2人と一緒に戦い、今大会で一番盛り上がった試合だった。昨年2月に参戦したレジェンドの体の仕上がりはこれまでで一番よく引き締まっていた。相手がパンチを振り回すのに対し、広見川は前蹴りやローキックなども織り交ぜ戦う。 残り1秒も切っていた。終了間際に右フックを効かせると、最後も再び側頭部に右フックを食らわせダウンを奪い、判定勝ち。被弾したジュキヤは記憶が飛んでしまっていたようで何度もセコンドに確認していた。視聴者からは、こんなに強いとは思わなかった、BD 史上ベストバウト、レジェンドすぎてかっこよすぎ、あの年齢ですげえなどの声が上がっている。